ようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ってことでですね、今回はですね、何のお話ししていくかと言いますと、ガチャだとか新リーグとかね、様々言いたいことはありますが、まずはさらっとツアーの紹介しようかなと。ランキングマッチですね、ツアーじゃなかったランキングマッチ、こちらです。アリーナランキングイベントが現在開催されておりまして、毎回毎回ね、内容を競ってね、いい報酬がもらえるといったことなんですが、今回こちらのアリーナランキングイベントですね、以前と少し修正点がございまして、この修正点で、アリーナでの1日の対戦相手変更可能数が10回までと、これかなり数的には少ないんですよね。1日で何回かな、5試20試合やるので、その中で10回しか変更できないと、ただ対戦相手の変更はすべて無料ってなるとですね、結構プラチナディビジョンなんかは魔境になってくるのかなと思います。やっぱり17万とか18万とかね、それぐらいの競合者ある方に相手は変更して、そうじゃなかったら変更せずにね、行くことになるかなとは思うんですが、今どれだけの人数がプラチナディビジョンに在籍しているのかっていった話でもあるんですけれども、ただですね、この50001位から10万位でもアリーナリング6000個もらえますね。6000個もらえるってなったら、ゴールドでね、5000以内入る、入れるかって聞かれたらそれもそれでって感じなので、ただゴールドの5000位とプラチナの50001位だったら、ゴールドよりプラチナ、じゃあプラチナよりゴールドの方がね、報酬的には美味しいので、難しいところですよね。特にですね、そのプラチナディビジョンは最終5001位から、10万円に関してはアリーナリングしかもらえないんですが、ゴールドディビジョンですと10万円でもね、 GB800 個もらえるんですよね。かなりなんていうのかな、プラチナディビジョンが不遇ってわけではないんですが、あんまり美味しくないイベントなのかなと今回は思います。ただ在籍してる人数にね、もちろん差がありますし、プラチナ以外に関してはね、下がっていくっていう選択肢ももちろんございますので、そこに関してはお好きな場所でやるのが一番いいのかなと思います。で、今回そのアリーナランキングイベントなんですが、その名の通りアリーナの試合なので、調子というものにね、きちんと左右されます。SWCC のようにみんながみんなね、普通の調子で挑むといったわけではないので、アリーナでやる以上、全員の調子はある程度そう整えてから行った方がいいのかなと個人的には思いますし、正直ですね、ラスレッセだとかエルトリとかを使うぐらいなら、もう正直アスルグラーナでぶっ飛ばした方が早いんじゃないのとかも思うんですが、そこは自分のね、もちろんもう一番勝てるフォーメーションコンボを選んで、SWCC とか見ていても分かるんですが、意外とですね、やっぱり今のそのフォーメーションコンボの、戦術差を覆すフォーメーションコンボの強さとかもありますので、難しいところですよね。フライトとかもね、悪くないんですけど、シュートヘッド、ドリブルシュートヘッド、野生の嗅覚、アンタッチャブル、スカイコマンダー、こんなような感じでね、一応シュートの S つけてはいるんですが、正直クライフじゃそろそろきつくなってきたかなとかも思いますし、そうやって考えたらデブライネ早く完突したいなとか、ただデブライネもそんな化け物みたいな優秀な性格ではないので、ってなったらね、キンコイン我慢するかなとか、私ですね、動画見てくださってる方は分かるとは思うんですが、メッシとブッフォンでね、とにかくこの2人完突したくて、メッシはもう本当に完突すごいしたかったんですけど、ブッフォンはですね、あんだけガチャ回して引いちゃった以上完突しないといけないでしょみたいなね、そんな世も、よく分からないね、使命感で完突してしまいまして、その結果どうなったかというと、手持ちの星5がいなくなっちゃったんですよね。はい、進化秘密練習で星4進化していって、手持ちの使ってない星5言っちゃったので、お前全然なんか無課金のくせに、めちゃくちゃ無課金とか無課金のくせにめちゃくちゃお前監督できてんじゃんみたいな思う方いらっしゃるかもしれないですが、次、3000円ぐらいの課金でやってるやつが2人監督させると、手持ちの選手が1人いなくなります。はい、なんで結構新しいフォーメーションがきつかったりしてですね、悩ましいところではあるんですが、今回は私はちょっとアスルで行こうかなと、それでもね、思います。ブッフォン連携があんまりまだ繋がってないんですが、それでも一応、
一本以外は全員赤線なのかな、うん、そうですね、一本以外全員赤線なので、まあ、連結も悪くないですし、うん、まあ、総合的にも無難かなと、これ以上の、まあ、チームは私の現状では作れないかなと思いますので、バルデとかでも全然いいんですけど、やっぱバルデはちょっと格が足りないんですよね、ちょっとね、なんでか知らないけど、仕切れないんですよね。もちろんフォーメーションコンボっていうのもあるんですけど、でもレステレステに関してはもうそもそも総合値が低いっていうのもありますし、プジョル、そして久保くん、あとはウィリアンですね、ここら辺の連携戦が致命的、うん、あとはエルトリも同じ理由ですね。ちょっとやっぱ久保くんが若干微妙ででしてね、まあ、ここをもうまあ左のアタッカーが私もいなくてってなったら、意外とねカウンターとポジションを使うのも難しいです。でカウンターもですね、じゃあエルトリやめたらいいじゃんみたいな、うん、あ、それこそスリーミングスリーとかありますし、でもいいじゃんとかって思う方ももちろんいらっしゃると思うんですが、やっぱスリーミングスリー結構最近も勝てないんですよね。新しいフォーメーションコンボの時代っていうのもあると思うんですが、まあ、なかなかね、ちょっと勝つのが難しく、なってしまっているかなというのが正直なところでございます。で、まあ、ポジションとかでもそうですよね。まあ、以前の流れで言ったら、ちょっと、いいとこ聞くといいじゃん、みたいなね、感じにはなるんですが、まあ、じゃあ、いざ使ってみると、まあ、やっぱり勝てないですね。まあ、徐々にやっぱりそのフォーメーションコンボのレベルっていうのも上がってきてますし、そこで活躍できる選手がね、ガチで追加されてる以上、まあ、厳しいのかなというところがございます。ってことでね、SWCC じゃなかった、アリーナランキングイベントはこんな感じで、まあ、心構えしてやっていっていただけたらなと思います。正直ちょっとプラチナディビジョンに在籍してしまっている人に関してはね、まあ、運が悪かったという表現もできるっちゃできるんですけれども、まああの、わざわざゴールデンに下げるのもめんどくさいかみたいな方もいらっしゃると思いますのでね、そのできるところで頑張っていきましょう。調子だけねきちんと整えるのを忘れないようにするのと、無理に戦術有利を取りに行かない方が、まあ、正直勝てるのかなと、いったところでございます。さあではそれではですね、お次なんですが、とりあえずね、今アリーナランキングイベントのお話、アリーナランキングマッチですね、こちらのお話をさせていただいたので、ちょっと新リーグの方のねお話を次させていただくんですが、新リーグはですね、まだ私1回目が終わってない、ちょっと調子上げてるので、ね、必死だったのでまだ1回目終わってないんですが、大体総合値これぐらいですね。私12万前後ぐらいかな、12万前後、まあちょっと、まあ、前後ぐらいのチームで行って、3月2週目の時点でこんな感じでございます。22勝1分け2敗と意外と普通に負けてるっていう、総合値的には相手全然高くないんですけど、ここも今ミランに負けてますし、で、まあここもね、どこだこれはどっかに負けてますし、まあ、全部が全部勝てるってわけではないかなと、相手結構強いですね。で、ユベントスがいるんですけれども、ユベントスがね、やっぱ今年はなぜかと調子が悪いのかなと、順位的にはこんな感じですね。インテル、ローマ、ユベントス、ナポリ、ミラン、って感じなので、まあそんな脅威じゃないのかなと思いますが、まあ今年はインテルがなんかね、まあ、すごい強い、年なのかなと。まあ、カップ戦自体はもうサクッと優勝して、星5確定チケットが手に入れることができたのでね、リーグ戦も、まあ、このままサクッといったらおそらく優勝は簡単なんですが、あまりね、油断してレベル上げとかでいくと、意外と痛い目を見るのかなと、思います。ユベントスに関しては本当に結構新勝といったギリギリの勝利でしたし、そうですね、ギリギリでしたね、ユベントスが1対0、3対0なので、まあ、そういう面で言ったら、まあ楽しめるっちゃ楽しめるのかなと。ただやっぱりね、総合値私より高い方も現にいらっしゃると思いますし、そういう方にとってちょっと物足りない理由になっちゃうのかなと思います。無課金の方はですね、私の今の総合値から見るに10万ぐらいあったら優勝できるのかなと、始めたばかりの方も思いますのでね、とりあえず今厳しくても来週レジェンドマッチが来ますので、そのタイミングでね、挑戦してもいいんじゃないかなと思います。ということで、今回はアリーナランキングマッチの説明と、まあ、ポイントですね、ブジュアルと新リーグの話をさせていただきました。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフになっております。トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。